くだらねえ。おい、アバ！え？大丈夫か？コージャク、なんでお前。水木のことで話しに行くってメールしただろ。そしたらガスマスクした変なのがベランダから入ってくのが見えたんだよ。それで慌ててきたってわけだが、どうやらガスマスクにはもう一人お仲間がいたようだな。こっちからしたらお前らの方が邪魔なんだけど。こいつの仲間じゃねえのか。一緒にすんな。まだ友達というカテゴリーにはお互い属していませんね。とにかくお前ら今すぐ出てけ。じゃなかったら追い出す。どうやって？そりゃ力づくしかねえだろうが。やってみれば？やれるもんなら。なんかやたらでかいの背負ってるけど、そんなのが必要なほど弱いのか、あんた。その減らず口、今すぐ聞けなくしてやる。おい待てよ。やめろって、ここ俺の部屋。二人とも強いんですね。んなのんきなこと言ってる場合か。
お前ら、ほんといい加減に。お前たち！全員下へ行きな！今すぐにだ！決定。まさか僕まで御商売に預かってしまうとは。青葉、ちょっとこっちへ来な。ヘイヘイ。持っていきな。
飲み物は全員茶でいいだろ。はいはい。あ、そうだばあちゃん。なんだい？もう起きても大丈夫なのか？腰は？見りゃわかるだろ。くだらないことを聞いてないでさっさと行きな。人間腹が膨れりゃ怒りも自然と収まるもんだ。とっとと食っちまいな。やっぱり作ってたのってこれか。匂いで分かったぜ。タエさんのドーナツは格別なんだよな。いいから早く食いな。食うなら食う、食わないなら食わないで、はっきりしな。甘い。そりゃあそうだろ。そういう食べ物だよ。だとしても甘い。無理して食わなくてもいいよ。食べないのか？うまいぜ、ばあちゃんのドーナツ。食べますよ。早く食えば。はい、食べます。あれ？お前、もしかして今食べた？はい、食べました。美味しいです。
業だろう。なんかよくわかんないことになっちまったな。まあそうだな。それはともかく水木のことだ。連絡取ったか？それか会いに行ったりとか。ああ電話した。大丈夫だとは言ってたけど、やっぱりちょっと元気がなかった感じがするな。そうか。水木に何かあったのか？いやな、水木が変だってお前にメールしただろう。あの時うちのチームのやつらとドライジュースのやつらが少し揉めたんだ。その場に水木もいたんだけどよ、あいついつもならそういう時は絶対仲裁に入るだろう。なのになんか上の空でぼーっとしてる感じで、喧嘩も見てるだけで止めようとしねえんだ。結局俺が間に入ったんだけどな。どうも水木の様子がおかしいと思ってよ、大丈夫かって声かけたんだよ。そしたらほっといて。まあ待て、とりあえずお互いが納得いくまで一度しっかり話そうぜ。あんたがチームに入ったらな。だからそれじゃ話になんねんだっつーの。昔やってた時は強かっただろ、ライン。またやれよ。やってねえし、人違いだろ。まあ今日の本題はそこじゃない。
今日はこの店の前であるんだよ。何が？ライム。ライム？この辺りが今日の薄いの発生ポイントだ。俺らの予想は9割方当たる。行くぞ。え？いいから来い。おい話せよ、店番が。うるさい。ポイントはこの辺りだ。それ、お前のオールメイトか？そろそろだ。言った通りだろ。おお。あんた出てみなよ。だから嫌だって。これでもか。お前さあどうする。よう。
硬弱。アオバ、今日はどうした？また配達の途中か？なんでお前がここにいるんだよ。あんたに説明する必要はねえな。ライムか。そっちこそわざわざなんだよ。筋肉バカのリブが参加したってライムじゃ秒殺だぜ。だと？てめえ！やめろ。ガキがあんまり調子に乗るなよ。言い過ぎだ。事実だろ。調子に乗るなっつってんだよ。知るか。てめえと話してると本気でライムが嫌になるな。いいんじゃね。リブに好かれたいとか誰も思ってねえだろうし。おい、二人ともちょっと。だいたい今時力とか拳とか古いんだよ。ダセえな。頭ん中だけで戦ったって得るもんなんざ何もねえだろ。ただの現実逃避だ。筋肉だるまは考え方が硬い。話になんねえ。おい、頭でっかちのもやしには言われたくねえな。もやしじゃねえし。そうか。俺にとっちゃ十分もやしだったがな。お前ラフラビットだろ。ムジナのライマーチームの。最近はこの辺まで出しゃばってきてるみてえだな。ライムの予想屋とかやってるらしいが、そんなことでみみっちい金稼いで喜んでんじゃねえよ。取引だ。この地区にも俺たちの情報を欲しがる奴が山ほどいる。だから取引も成立する。あんたらとは頭の使い方が違うんだよ。ここらで一発蹴りつけとくか。くだらねえけど、あんたのことは気に食わねえ。
潰してやるよ。二度と生意気な口が聞けなくなるようにしてやる。言ってろ。ノイズ、いい加減にしろ。冷静になれって。冷静になる必要があるのはあっちだろう。